チューズデイズ人生は火曜日、前回に引き続き落語家の三上邦さんです。よろしくお願いします。間に挟まりまして、また登場いたしました三上邦でございます。なん小学校の時さ、プールに入ってて先生に引っ張ってあげてもらったらパンツが脱げたっていうのがね、何に思えてるよね。小学校とかでさ、全然覚えてないんだけど、はい、人生の上でそれだけ覚えてるような黄色い海水パンツでな、恥ずかしかったんだな、やっぱりな。あれはトラウマだよな。こんにちは、チューズです。私にもいつかきらめく金曜日や夢のような日曜日がやってくる。人は皆その日に憧れて生きています。そして全てが風のように過ぎ去った今、いつも私を支えてくれたのはあの退屈な火曜日だったんだと気がつきました。そんな火曜日たちのラジオ、チューズデイズ人生は火曜日、清武ゆかりがニューヨークからお届けします。大きくなってからはね、間違いっていうかね、軌道修正っていうのはあれやっぱり神様の手で行われてるね。宇宙の力とか何でもいいんだけど、自分の力ではないんですか。というか自分のある程度、自分が思考性があるとすればね、こういうふうに したいとか、ある程度の無意識にでも方向性を持ってるとすれば、それに対応して宇宙の力が俺を是正するの。例えば20代の後半ぐらいにさ、結婚する相手がいたんだよ、はい、ニューヨークに来て30歳ぐらいで結婚することになって、はい、日本に行って両親もあって、はい、それでまあ鉄工場やってたわけだよな、はい、娘一人なんだよ、はい、お父さんが亡くなっちゃってたからお母さんが鉄工場やってたな、はい、一人娘、はい、その人と結婚してたら俺は鉄工場やってたよ。はあ、性格いいから俺、いや鉄工場手伝いましょうで鉄工場の方がなんかちゃんと経済安定するみたいじゃん、収入安定するじゃない、経済鉄工場の社長だよ。あのこれラジオで流していいお話なんですか。分かんないけどさはい、でもならなかったんですね。ならなかったんで、そんでじゃあ結婚しましょうって言って、じゃあ2ヶ月後にまた日本に戻ってきますよねって言って、すぐに電話がかかってきてさ、どうしたんですかって、お母さんがさ、うん、入院したってわけ、娘が、はあ、娘か、ああそう、結婚する相手で俺の、はあ、どうしたんですかって言ったら、風邪だと思うんだけどって言うんだよね、うん、じゃあいいですねって言って、次の日はさ、うん、意識不明ですって言うわけ。いやそんで、じゃあ2日後の飛行機行って、俺がもう病院に行ったらもう管を口の中に入っちゃって喋れない、はあ、昏睡状態で、何なんですかって言ったら肝炎だって言うんだね、急性肝炎で、そのままさ1週間俺は病院にいて、はい、手握ってて、はい、そのまま亡くなっちゃった、喋らないで、ね、だからさ俺はそこで、だから鉄工所の社長にはなれなかったわけだよ、うん、でピアニストになったでそれはだからね、そういうあれだったと思うよ。うーん、やっぱ軌道修正は行われてるよ、俺の思わないところで。そうやってピアニストになってきたってことですか。そうだね、ピアニストになろうと思ってたからね、だから鉄工所の若社長にはならないように軌道修正されたからね、うん、あ、辛いっていうよりは驚くよね、なんていうか対応しようもない、初めて食べるご飯と同じで、美味しいかまずいか言われても分かんないようにさ、初めての出来事っていうのは受け止めるしかないからね。また戻ってきたんですね、ニューヨーク。そうだね、そういうことだね、うん、やっぱね、ミュージシャンっていうのはね、楽器があるから頼れる、逃げる棒みたいな、電車の中でね揺れた時に逃げれる棒みたいなのがあるから、それは楽器だからね。じゃあピアノに助けられたこと、そうだよね、そういうことだよね、うん、そういうことだよね、うん、ピアノに向かってればなんていうかね、うん、クレオパトラズニードルでの演奏からここで一曲お届けしたいと思います。サテンドール、これはデューク・エリントンの名曲ですよね。そうそう、デューク・エリントン、彼のバンドで、まあ彼は亡くなってるからピアニスト私がなってるんですけども、はい、まず楽譜がない、要するにデューク・エリントンは自分が作った曲だから全部知ってるし、はい、耳で聴いてやれっていうわけ
ビッグバンドって全部アレンジされてるでしょって言ったら、みんなやってる人も20年もやってるから、みんなアレンジも覚えちゃってるわけ、はい、で私が参加した時は私が一番新入生だから、うん、どうすんですかって言ったら、始まりと最後だけ間違えなきゃいいの、うん、一緒に終わらないと変だから日本に行った時もそうなんだから、日本で日比谷公会堂でやった時も楽譜ないんだから、うわ、それでバンドはビッグバンドなのに小さなバンドみたいにその場で即興を始まっちゃう、うん、すごいレベルのバンドですね、エディントンバンド。どんな風に入団したんですか？ああそうだよね、やっぱそれはね、アメリカで学んだことの一つはポジティブシンキングだよね、うん、とにかくね、何かやるわけ自分がね、そうすると波紋は必ず起こるから、はい、何もしないで家にいたら何も起こらない、うん、外に出るね、例えばジャズ聴きに行くとかね、はい、必ず誰かに会ってね、何かつながってるからね、はい、ライオネル・ハンプトンのオーディションがあったわけで、私はガンガン弾いたわけ、ビーバップだから、うん、でライオネル・ハンプトンはスイングだから、そんなピアニストは必要ないわけ、うんね、だからその時は受からなかった。3年後に電話してきた、ね、オーディション3年前にやったのをまだ覚えてたんだね、入ったわけでしょ、はい、でエリントン楽団に入ったのもエリントンとライオネル・ハンプトンが一緒に演奏したことがあるわけ。その時にエリントン楽団のトミーが俺を聞いてて、はい、トミーが忙しい時はエリントン楽団に来てくれっていう、サテンドールあのバーにいて、そこに可愛い女の子がいたんだよ、はい、それことをサテンドールって言ってんだよ、うん、サテンでできたお人形って言うんだけど、それは女の人のことを歌ってる歌なのね。国さんのサテンドールについてお話ししてください。やっぱそれはジャズ喫茶だな、俺が高校時代にしたサテンって言ってたからね、うん、喫茶店のこと。そこに必ず髪長い女性がいたんだよ、サテンっていうのは。ジャズ喫茶っていうのは髪の長い黒い服を着てる人がウェイトレスをやってることが決まってるんだよ、うん、それをみんな憧れるんだよ。憧れの人がいたんですか？個人的な人じゃなくて、ジャズ喫茶にはそういう人がいたんだよ違う違うどこにもいたんだよ。その人思い浮かべてください。細身ですよサテンドール。
が聞いてもわからないくらい小さなことでも自分には大きな意味を持った言葉や出来事ありますか？そうですね、ライオネル・ハンプトンとやって、まあ、8年ぐらい経ってからかね、うん、演奏した後ね、控え室でね、 You are good っていうわけ。 You are good、うん、シンプルな、うん、彼はそのつもりで言ったんだろうけど、こっちはさ、ライオネル・ハンプトンって言ったらもう30年代からスターでスイングの王者なわけ、はい、その人にお前の演奏でいいんだよって言われたわけね、はい、それで良くなかったらクビになってるからさ、はい、だからね、ああこの人は俺のこといいって言ってくれたんだね、彼の意向は当に何にしろね、それでもう自信をくれたよね、はい、そしたら今度他のやつがお前がどうのこうのって言われてもさ、うん、ライオネル・ハンプトンがいいって言ったんだからっていうことだよ、うん、それはね、元気づけには忘れられないよね。なんかそれから演奏変わったりしましたか、自分の中で。 いいって言われた演奏を続けてるだけだから変わんないけど、今度は俺が若手にそれを言うべきだなと思うんだよね。本当に良くなかったら言わないけど、うん、いいと思ったら良かったよって言ってあげるべきだよね。やっぱね、演奏家っていうのは不安だよね、常にね、俺はこれでいいのかなっていう不安が必ずあるからね。その言葉は嬉しかったですね。子供を褒めようと思いますか？思うけどできないよ、褒めることばかりしないから、うん、喧嘩になるよね。だから褒めようと。喧嘩するんですか？するよ、生意気なんだから叱るんじゃなくて喧嘩するんですか？そう、俺も子供の頃こうだったと思うよ、きっと親に口答えしたんだろうな。でうちの子供は獅子座で、うん、なんていうかイノシシだから年が、うん、もうちょっとつ盲信みたいな、はいはいはい、喧嘩する。喧嘩する。最近どんなことで喧嘩しました？もうどんなことってさ、言葉遣いが悪いなぜかその日本語を知ってんのかって言ったら、サザエさんを読んでんだよね。まあ俺たちが読んで聞かせてんだけど、はい、サザエさんがいいって言うんで、サザエさんとするとさ、ドレスはボンクラとかさ、サザエさんがカツオに言ったりするわけ。それを聞いて親に向かってドレスはボンクラって言うんだよね。どうして怒っちゃうの、こっちは巻き込まれて。だから頭では可愛がろうと思います。可愛がってるけど、うん、難しいもんです。まあ本当は褒める教育がいいんだろうけど、あ本当はねもっと大きくなってから褒めます。くにさんのオリジナル曲はないんですか？まあね、オリジナルも書くけども、やっぱり今あるジャズスタンダードっていうのは長年こう寿命を保ってるだけあって、メロディーにしろね、素晴らしいのがあるから、スタンダードを超えられなきゃオリジナルですって言って演奏するのはね、よっぽど自信がなきゃ難しいんじゃないですか。でも交代しちゃいけませんよ。そうだね、ラブテレパティっていうこの曲は私は好きだから聴いてくださいラブテレパシー、私の曲です。テレパシーですか？愛のテレパシー。そう、結局ね、演奏っていうのはね、演奏家のテレパティなんだよね、オーディエンスに対する。これも歌詞だとよく分かるんだけど、歌が始まった途端時間の流れが変わるね、あと空気も変わる。この前あったのはもう亡くなったけど、ダコタ・ステイトンという人が歌って、彼女が歌ってるというか、すごい会場がロマンティックになっちゃったわけ。みんな隣にいる恋人同士がね、はい、いい感じになった。次の人が歌ったらそれが消えた。歌ってる人がね、その熱波を出してるんだよね、歌に乗せて。それはヘイトの熱波じゃなくてラブの、ね、熱波だね。楽器もそうなんだけど、うん、全て演奏者の念力じゃないけど、熱波が楽器を通じてお客さんに伝わっていくわけ、うん、そのパワーが強い人っていうのがすごい。クニさんのテレパシー。あ、私のテレパシーまあやってる本人には分かんないんだ。あ、そのすごい人たちもやってるのは分かんないと思うよ、やってる人たちには。本人は気づいてないんだ、当たり前のことだから。でも魚を取る網みたいなもんで、会場のお客さん全部自分の念力の網で捕らえちゃう。で自分のとこに引き込んでる。これも落語と同じなんだよ。落語家最初寄席の客席がざわめいてたらね、うん、皆さんこんにちはって言ってすごい小さな声で喋るわけ、うん、お客さんが耳を澄ますわけ、うんうん、それから徐々に音量を上げていく。ジュゲム、ジュゲム、ジュゲム、ゴゴのスイグラスが作るのはできない。ここまでできたんだ。やってくれる。クニさんのアルバム
Just Like the Old Days から題名はラブテレパシー、愛のテレパシー、皆様のために。Thank you.
渡米されて何年ですか、もうね40年近いですよね、うん、人生の3分の2はアメリカですよ。40年をかけて見つけたものは何でしょうか。まあ自分は変わってないと思ってるからね、うん、周りが40年カレンダーがね40個なくなっただけでさ、若い時は何しようかとか選択する人も多いと思うけど、私の場合はもうピアニストになると決めてたから、はい、そのためにアメリカも来てるし、決めたことがあると40年も60年も同じことだよね。モットーとしてはさ、波乗りだから、人生はサーフィンと同じで波に乗ってくね、そうすると進んでいくからね、波に逆らわない、うん、だから迷わないよね、海の上で迷わないよ、サーファーはね、波に乗ってくるだけだからな。乗りたい波ばかりじゃないですよね。ああ本当だね、それは面白いね、本当だね。あれだけどね、飲みたくないって言ってもね、今あなたが自分がやってることってのはね、自分ができることだからやってんだよ。本当にやりたくないことだってできないって。例えば会社で勤めたくない会社は絶対勤まんないよ、できない仕事はできない、うん、だから今やってるっていうことはね、できるからやってんだよね。しかも嫌いじゃねえ。例えば皿洗いした時、俺はウェーターはできたよね、案外好きだったよね、うん、だけど皿洗いしてる人でウェーターできない人もいるんだよ。いくら頑張っても注文2つ以上は取ったら分かんなくなっちゃう人がいる、本当にいた。あその人はどうやったってできないでしょ。俺がやってできなかったのはなんだけど、引っ越し運搬だね、引っ越しのアルバイトはできなかったね。そういうのもやったんですか。うん、引っ越しのアルバイトはできない。なんでできなかったんですか。重たかった。最後にこれからの国さんがどうありたいかをお聞きしたいと。ロックフェラーの成功の秘訣じゃないけど、なんか目的があった方がいいんだよね、うん、ないんだよ、俺案外ないんだよ。さっき言ってたように目的がないと大変って言ってませんでした。そうだろうね、俺ピアノ弾いてればいいの、うん、それだけなの、うん、俺はもうピアノ弾けばいいと思ってるから、うん、そういう人生だったから、はい、いつでももうあとは読書して余生を過ごそうと思ってたら子供が生まれちゃったから、うん、もう今度は突然屋外で遊ぶパパになっちゃった。今が一番。そうだね、今が一番。おう、まだこれからも良くなるっていう、うんうんうん、子供がいると特にそう思うよ。一緒に大きくなりましょう、大きく一緒に、子供と一緒に奥さんと3人で前を見ていきたいですね。目標はあった方がいいですよね。でもなくてもいいとおっしゃいましたが。なくてもいい、なくてもいい、あった方がいいかな。あった方がいいと思うんですけど。じゃあ3つぐらい持っとこうか。はい、1つ。なんかそんな目標ないってば。ダメだよ、子供迎えに行かなきゃいけないから。じゃあ終わるよ。はい、三上邦さん、本日はお忙しい中、楽しいお時間をありがとうございました。ありがとうございました。お子さんを迎えに行かなきゃいけない。そうなんだよ、早くないとね、幼稚園終わっちゃうからね。切り上げたいと思います。いい、不安定で大変なことはありますが、波に乗りながら。私のことやってるんですよ、まとめなきゃいけないんですよ、ラジオですから。私もって言えよ。私がですよ、私が。だけど、クニさんから学んだことは何ですかね。何でしょう、よくわかりませんけど、なんかちょっと帰ってもう一回聞いてみます。それやろうよ、ね、帰って聞いてみる、録音聞いてみます。はい、どうぞ。前を見ていきます。どうぞ。本日はジャズピアニスト三上邦さんがゲストでした。いい番組だね、これは気に入ったよ。お後がよろしいようで。